はい、昨日はね、お金に困らない人生設計なんだっけ、あなたの人生を変えるお金の知恵論かっていうのでね、セミナーやって、まあ、3時数名ね、来たんだけど、その時にね、いろいろ話したんだけどさ、大事なことはね、その、なんていうかな、こう、人ってさ、こう毎日毎日生きてるわけだよね。朝起きたらさ、その夜寝るまでさ生きてるわけじゃん。で、まあ、寝たって別に死んでるわけじゃなくて、寝てる時は寝てる時でまたね、そのうーん生きてるわけだよな。でその中でさ、一番大事なのは、ね、意識なんだよね。その問題はさ、その一人一人がね意識持ってるかどうかってことで、例えばさ、こうなりたいとかさ、ああなりたいとかいうのは欲求の表れなんだけど、そのね欲求がないとね、多分目標ってできないんだよな。でさ、例えば、昨日の話はさ、まあ、お金の話なんだな。でその話はさ、なんか、日本の教育を受けてるっていうかさ、教育の過程でね、そのお金っていうものについての、要するに、ことについてはさ、その教わらないんだよな。だから結果的にさ、要するに金利の概念とか、そのディスカウントキャッシュローの概念とか、そういうものってものはさ、植え付けられてないわけじゃん。だから金利が高いお金を借りてみたりね、要するに例えば物を買うときにリボ払いを使ってみたりねっていうことをさ、便利なように見えるけれども、それはさ、実は経済的なね負担がのしかかってるわけだね。でそういう概念さ、ないと基本的にはね、そんな要するに生活設計になっちゃうわけで、得な生活設計ってどういうことかっていうと、例えばね、僕一番最初に考えたのは、家をさ買うか買わないかっていうことね。まあ昔住宅の販売の営業からこの業界に入ったんだけど、その時にお客さんから言われたんですよ。買った方がいいんですかね、買わない方がいいんですかね、言われた時に、簡単な話なんだけど、買った方がいい場合と買わない方がいい場合があるわけでね。じゃあ買わない方がいい場合ってどういうことかっていうと、その物件をさ、要するに買って人に貸す賃料と照らし合わせてね、経済交換ね、まあ、いわゆる、家賃を払うってことは経済交換だよな。物を借りてお金を払う、ね、っていうことの交換レートっていうものがその市場の中でね決められてるわけだね。でその要するに払うお金と、ね、住宅ローンと計算してみて、それがね、要するに住宅ローンの方が安ければ買った方がいいわけ。ね、逆に言うとさ、それは住宅ローンよりも要するに、家賃が低い場合は買わない方がいいわけ。それね、分かりやすく言うと、じゃあ自分が買ってさ、人に貸したらさ、どういう経済効果になるかなって考えた時に、買った方が得な場合はそこの住宅を買う人も買った方が得なんだよ。で僕はじゃあ投資家として買わない方がいいなって言ったやつは買わない方がいいわけ。もっと分かりやすく言うと、例えば月々10万円のね、要するに賃料が支払える能力がある人が、じゃあ10万円のものをね、賃貸で探す場合と分譲マンションで探す場合と、ね、考えた時に、月々10万円のローンで払えるんだったらそれは買った方がいいわけ。でなんでかっていうと、住宅ローンの場合はね、払うお金の中に元金と利息っていうものが含まれていて、ね、負担率は金利だけなわけ。で元金の、ね、じゃあ10万円の中の要するに、中でね、じゃあマンションだったら、ね、管理費修繕積立金を引いた残りの部分が住宅ローンに当てられるんだけども、この住宅ローンの中には例えば7万5000円のローンを払ってるとすると、その7万5000円のうちの金利部分っていうのは最初のうちはね、確かに、5万とか6万円ぐらいの、ね、金利の比率かもしれないけども、これが後になってくるとね、本当に、元金がもう7万円で金利が5000円とかいう形になるよね。そうね、実数負担してるのは5000円なんですよ。でみんな勘違いするの、この住宅ローンの支払いというのは、これ実際にね、じゃあ2000万円のマンションを買いました。買った時にはここに2000万円の資産ができるわけで、負債が2000万の負債ができるわけで、この2000万円の負債は、ね、例えば20年ローンとか30年ローンで返済が終わると返済がゼロになるよね。っていうと、ここの資産である2000万円のマンションっていうのはここにあるわけじゃん。ってことは、この今までの返済する元金というのはね、これ実は資本的支出って言って、要するに資本に対する支出なわけ。要するに返済なんですよ。
ってなるとここにある、ね、要するに、住宅というものが自分のものになるわけだね。で例えばさね、うちの定年退職があるんですよ。なんかね60歳、ね、で60歳定年退職で65歳になると今度ね正社員じゃなくなっちゃってねなんかバイトみたいな扱いになっちゃうね。でこれそうするとさ所得は当然下がるわけだね。そこででそうするとさ返済ね、要するに例えば家賃で借りて住んでた場合は退職して所得がゼロになったにもかかわらずずっと家賃を払い続けなきゃいけないんだよね。で僕たまたま昔ね公務員の方のね、お手伝いしたことあるんだけども定年退職前6ヶ月前に僕のとこ来てね、いや退職になるんで住宅探してるんですよ、ね、で退職金はいくらになるんですか、ね、2500万円あります。ね、あ大したもんだな、ね、で、預貯金いくらなんですか、いや500万しかないんですよ。500万、年収1000万超えてて500万の貯蓄しかないんですか、ね、って言って、ね計算するとさ3000万だよな。で3000万のうち半分はね要するに、老後のために取っときたいんですよ、ね、でその1500万で不動産を探したいんですよ言ってた。でね1500万でっつったら昔僕が一番最初に買ったマンションですら2000万したんだと当時ね。で、ね、僕が買った98万のマンションはその当時2000万の要するに、金額だったわけ。そうするといや僕が25歳で買った、ね、マンションも買えないんですよ。でしょうがないからっつって田舎の方のマンションとかを紹介したんだけど、ね、いやそんなの住めないよっつってて、でこれはね何かっつって社宅でね毎月3万5千円で要するに 3LDK のさ、ね、公務員住宅住んでるわけだけど、ね、退職したら公務員住宅出なきゃいけないじゃん。で出なきゃいけないのにその準備をしてなかったってこと。で散々探したんだけどなくて、で結局ね20万円のね要するに賃貸のに1回入ったわけその人で。それからも物件探したんだけど結局買えるものがなかった。で20万円の賃料の支出はもう無理だってことで結局田舎に帰っちゃったわけ。まあ、それぞれね一つの選択肢かもしれないけども、実際はね都会に暮らすってなかなかさリスク高いわけでね。うちの社員の人たちもさなんかぼーっとしてるけど、ね、要するにね少なくともさ住宅持ってない人は持たないとダメだよ、ね、せっかくこういうね職場に勤めててうちの会社はね今帝国データバンクで58点かな、だからA ランクですよ。要するに企業の要するに、ね、価値としては A ランクなわけで、そうすると A ランクの社員っていうのは比較的有利に住宅ローンを組めるわけですよ。だから、ね、せっかく、ね、A ランクの会社の社員なんだから その間にねまず住宅を買うことで、もう一つは、ね、僕みたいにじゃあ将来ね僕は25年の時に、ね、何考えたかっていうと、もうさ不動産屋なんかに就職しちゃったから、ね、退職金当然出ないだろうな、ね、あと、ね生活も、ね、不安定だろうな思って入社してるわけだから、入った途端に住宅買ってるし、ね、それを買い替えた時に、ね、お金がある程度できて、でそれで、ね店舗を2つ買ったわけ、ね、で店舗2つ買ったんだけど、ね、半分2個しかないからさ1個空いちゃったらどうしようかな思った時に、あこれじゃまずいなっつって、じゃああともう追加でねワンルームマンション買おうと思って買ったわけだから、ある意味では、ね、要するにさ生活設計の中で要するにね自分のさその、ね生活の中で何が不足するか、ね何が足りないか、ね、っていう、いくら足りないのかで具体的に計算してみたら、要するに定年退職後のさ資金っていうのは大変ですよってこと、あともう一つはね子供ってリスクだよね正直言って。で要するにまともな子供だったらいいよ、うちみたいにそこに不正義があるんだけどねまともな子供だったらいいけどさ、まともじゃなかったら大変だよね。それ何かったら働かない子供たちがどんどん増えてるわけ、ね、これリスクですよってこと。だからある意味では、ね、教育をしなきゃいけない。でその教育って何かっていうと経済関連の教育をしなきゃダメ、ね、働いてお金を稼ぐってことを教えなきゃダメなんだ。ね、だからある意味では、ね、要するに、勉強ができるようになるとかいろんなことね、いや、ね優秀な学校に行かないと優秀な会社に入れない、ね、優秀な会社に入れないと立派な人間になれない、わけわかんないことをさ教育されてたんだけど、それ全部嘘ですから、ね、僕は今ね、まあ、この間も、六本木のさ遊び屋崎でね料理で飯食っててさ思ったんだけど、この人たちみんな中卒ですよ、ね、今度入ってきた子は高卒ですよ、ね、で高卒だけどもう入って、3ヶ月でさ、ね、板場立っていろんなことやってるわけ、ね、こっちの方が価値じゃないのってこと、ね、別にさ、ね、因数分解分かる必要ないでしょ。
だけど、ね、料理の腕前の方が僕は価値じゃないかなと思うわけ。ね、今の料理人みんなそうじゃん、ね、要するに中学出てみんなそこで働いてさ、で自分の料理を追求して、で自分の価値を高めていく、ね、それ当たり前のことでさ、例えばパソコンね、得意だったらコンピューターの技術をバーッと学んでって、それでコンピューターの世界で頑張るべきだし、まあ、デザイナーだったらデザイナーでね、デザイナーの知識をどんどん蓄えていってそちらの方に行くって、ね、それは当たり前のことなんだ。だけど今の学生はもうボーッとして大学までさボーッとしてるじゃん。で大学出る時までぼーっとしてるわけで、出た後もずっとぼーっとしてるわけで、今ニートやってるわね、ニートね、そ僕は今のこれは、ね、仮の姿なんだと思ってるわけ仮の姿なんで、一生仮の姿となっちゃうねっていう人たちがどんどん増えてるわね。だからここはやっぱりね、あのいろんな意味でね、うちの会社せっかく入ってたんだから、まあ、目標持ってさやりましょうってこと。あとね、うちの会社入ってたのみんな、いや、まあ、入社の時に言う言葉だよね、いや不動産に興味あるんですよね、本当かどうかわからない。でもね、不動産に興味があるから不動産会社来てるわけじゃん。だったら不動産持ちましょうよ、ね、要するに、自分の生活設計の中に必要な、ね、ものを必要なだけそこの中当てはめていくってことね、まあ、それはね必要なことじゃないかなと思うね。だからね、ちょっとあのフィナンシャルリテラシーっていう、ね、言葉があるんだけども、要するにファイナンスのことについてね、まあ、要するに金利ねとかその経済ね、お金っていうとなんか卑しいように聞こえるけど、経済っていうと卑しくないね。だから経済的観念も皆さんがね持つ必要があるんじゃないかなと思うね、まあ、そのことをね感じた一日でした、ね、まあ、ぜひちょっとね、せっかく今いるんだからさ、ね、特に賃貸担当の人たちもさ、賃貸今募集ねやってるけども、今度はねやっぱり自分が持つっていうねことも考えてね、あの次の手を打つべきだなと思いますね。以上。